売り上げすごかったね。そうですね、売り上げエゴかった言うてもうたザ・ピンクリアルストーリーザ・ピンク七浦隼人チャンネルではザ・ピンクで日々巻き起こる感動、怒り、喜び、悲しみ、苦しみ、嬉し涙、悔し涙、出会い、別れ、ザ・ピンクのリアルを皆様にお届けします。今回はザ・ピンク、ザ・超ピンク両店舗のカウントダウンに密着。恒例となっているザ・ピンク本店でのカウントダウン、ザ・超ピンクでは初めてとなるカウントダウンを配信。オープン直前、ザ・超ピンクではカウントダウンライブの E.T. キングのリハーサル。ピンク本店ではスタッフミーティングからカウントダウンの一日が始まる。グループ全体でさらに大きくなれるように、スタッフの数もさらに増えると思いますけど、最後の一日気合い入れて本店で頑張ります。そして両店ともオープン。どちらの店も開店からたくさんのお客さんが来店し、熱気であふれている。カウントダウンが迫る中、お客さんが殺到し入場できないというトラブル。しかし時間は刻々と過ぎていく。そして大盛り上がりの中、いよいよカウントダウン。本店でピンクダンサーたちがお客さんと一緒にカウントダウンを盛り上げる。ザ・超ピンクでは E.T. キングのライブでカウントダウンを迎える。そして2021年残りわずか。華やかに2022年の幕が開けた。明けましておめでとうございます。ちょっとテンション上がってもうなす。おめでとうよ。カウントダウン終了後、 E.T. キングの控え室へ。カウントダウンライブを盛り上げてもらったお礼も兼ねて新年の挨拶。ザ・超ピンクもピンク本店も新年を祝うシャンパンラッシュが止まらない。この興奮と熱気は閉店まで続いた。
両店ともに大盛況で幕を閉じた2021年、そして華々しく幕を開けた2022年。2022年もザ・ピンクグループの勢いは止まりそうにない。そして激動の1ヶ月を振り返る。カウントダウンにあのピンクシャワーが間に合ったから、それがすごい良かったなと思ってて、なんかオープンに間に合わないものが多すぎて、だその中の間に合わなかった一つ の、 その結構メインで考えてたピンクシャワーっていうのがカウントダウン間に合って、そのカウントダウンの時にそれができて、まあ、それが大成功したのと、あと、まあフロアパンパンであったり VIP もパンパンで、まあ、行列もできて、まあ、なんか一番いい盛り上がった一日になったんかなっていうのが俺の感じ。本店は正直最初はあの他のクラブゲスト入れてたりとか、もちろん新店舗もあのゲスト入ってたりとかで、いやどうなるんかなって、あのめちゃめちゃビビりまくってたのが本音で、ただ蓋開けてみたらもうずっと大行列やったんで、そこはマジで安心しました。本店絶対暇になると思ってて、暇にならんかったとしても絶対お客さん減ると思っててんか、少しは。でも逆やからね、増えたからね。それはなんかすっごいびっくりした。本店が今まで4年間やってきた音楽に人がちゃんとついてるんだなって、ね、人がついてる、ファンがついてるって感じかな。なんかピンク本店の音楽と箱にファンがしっかりついてるっていうのが、まあ嬉しかったかな。まあいざカウントダウンをやってみて、まあ大成功やったんで、まあ頑張ってよかったっていうのが多分スタッフ側の意見はそれやったですね。しんどいこともあったけど、こんだけお客さん入ってわーってなって、まあ、新年迎えれてホッとしてるっていうのが多分みんなの、売上は、思ってたより 1.5 倍ぐらい上がってるのがいいところと、でさっきも言ったけど、新店舗がオープンしたのに、本店もう一つの最初ピンク自体が余計忙しくなったっていう、この2点はめちゃくちゃ良かったことかな。売り上げすごかったね。そうですね、売り上げエグかった。売り上げエグ言いたい、まあ、まあまあ言うてもうたマイナス点で言うと、まあずっと言ってるけど、やっぱりオープンに対しての準備が間に合ってないから、演出系がやりたいことの1割もできなかったっていうのが悪い点で、 VIP に対しての満足度は高かったと思うけど、なんか一般のお客さんに対しての満足度はちょっと売り上げに対してよりかちょっと低いかなっていうのが悪い点かな。本店で今合同営業してるんだけど、まあ、その理由はやっぱりこのあの規模になると、あのマックス、世の中経済も僕たちも全てがマックスの状態じゃないと中途半端な店になるんやんか。でぶっちゃけ本店って、まあ、例えばじゃあ今日出勤人数が少ないとか、今日ちょっとお客さん少ないとかってなっても、ぶっちゃけうまくごまかして盛り上げて楽しくするの結構簡単で、新店舗に関してはあの規模がでかすぎて、あの全くそれができなくて、じゃあ出勤人数が少ないからとか、じゃあそこはこうごまかしてこうやったらいけるよねみたいなのもまずできないし、でその町から人がもう明らかに今コロナでむしろじゃ減っちゃって、でそこに対してじゃあそこでフロア、あのでっかいフロアを埋めれるのかさ、絶対難しいと思うし、だから、新店舗に関しては常に 100% マックスの状態で挑まないとダメっていうのは俺が一番分かってて、一番なめてないからこそなんかそこは理解してるつもりで、だからなんぼ多分開けてたら開けてたら売り上げは上がんねやんか。それなんでかって言ったらやっぱり僕たち VIP めちゃくちゃ持ってるから売り上げは全然上がるんだけど、やっぱり
信用商売だからなんかお客さんの満足度を下げて売り上げを取るっていうよりは満足度をしっかり上げてもらって、もう 誰にもこう後ろめたさなくどうでしょうっていう状態でしっかり売り上げを上げていく、お店を盛り上げていくっていう 100% の状態になるまでは開けないかな。だからぶっちゃけこの今すごいコロナでめちゃくちゃピンチだと思うね、その世の中がね。で、俺らも新店舗開けたばっかりでコロナで閉めましたって、これってすごいピンチやんか。もう家賃もえげつないし人件費もすごいことになってるし、だからすごいピンチなんだけど、このピンチをいかにチャンスに変えてプラスに変えて持っていくかっていうのを今ずっと会議してて、逆にも良かったんかなって言ってるな。もう逆にこれ来てくれて良かったんちゃうって。でこれでコロナで閉める理由ができて、でもそれコロナが来てなかったら閉める理由がないから、多分絶対また開けて売り上げ上がってたと思うやんか。いやそれにまたなんか納得してやってしまってたと思うから、もうそれやって逆にこんだけ人が減ってしまって一回閉めなあかん状況ができたことが、このなんかピンチがチャンスになったなっていうのを思うから、俺が求めてるその100点の状態っていうのは、もうそういう設備も完璧にできてて、練習とか用意とかショーケースとかも全部できて、で何よりももうプラス今よりスタッフが100人以上、いないと俺がやりたいことができなくて、でそれはそのなんでかというと、その次の店のオープンももう実は控えてたりとか、やりたい演出であったりとか、もうそういうのが全部あるから、もうリアルに今のスタッフプラス100人足した状態が、俺たちが今度やりたい100点の状態って感じかな。だから100点 100% の状態でいくために、今よりプラス100人ぐらいのスタッフは必要やなって思ってる。なんかそれができた時に初めてなんか実現できるっていうのが、まあ、本当に今はスタッフとか、まあ、スタッフも、まあ、社員もバイトもダンサーももう全部募集してるって感じかな。で実際めっちゃ集まってきてていい感じにはなってるんだけど、うちのグループに興味ある人はほんまに気軽にね、原野代表のインスタグラムにどんどん DM くれて面接来てほしいなって思うね。ファミリーになったって感じがしました。仲間、家族、僕の声と言葉の力を Anyway 聞かせておくれよ君の声。なんか熱い場所、なんかキラキラできる場所っていうのをなんか作っていきたいなと思います。出会えた奇跡、喜び合えるよ、感謝してんで遠く海を越え出会った奇跡、共に祝おうぜ、この先未来もぶんどろう、一つになろう、飛び出せゲート、俺らがヒーロー、人生は一度、見逃せねえぞ、ここがスタート、全世界へと届けようぜ声を、どれだけの困難肩組んで乗り越えてきたんだ、昨日に向かってる気がしてる今も、倒れそうになってどうしようもないけど明日も共に生きよう、高めるアイデンティティ夢をつかめと転がり get busy、 思い出せないほどの涙、そのわけは今この瞬間の糧だ、人生は短いからなおさら後悔なんかしたくない、だって俺らヒーローだぜ、集い合い理想のその先にまで羽ばたく、一つになろう、